どうみやです。ふみです。バカズ TV です。今回渋谷でですね、はい、高学歴男女に聞くこの夏やらかした話インタビューやってきてます。おー、今日はですね、はい、8月の27日、はい、もう夏の終わりに収録をしてるんですけども、ですね、まあ、高学歴や男女たち、はい、この夏やらかしたことをちょっと聞いていってですね、はい、ちょっとこう反省をしてもらおうじゃないかという企画なんですけども、はい、まあ、高学歴の皆さんもね、はい、まあ、そんなにしてますから、はい、どんどん収録気になりますね。はい、そうです、はい、皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄ツイッターとインスタの方も絶対お願いします。それこそ夏やらかしたことを教えてちょうだい。わかって TV。 お三方見つけました。はい、お兄さん通ってる大学どちらですか？と日本大学。あ、お兄さん通ってる大学は、まあ、文教学院大学。いや、食らえないか。お兄さんは通ってる大学どちらですか？学習院大学。まあ、学習大学偏差値60超えてますね。はい、はい、超えてます。じゃあこの方の夏休みの過ごし方聞きましょうか。はいはい、今回この夏やらかした話を高学歴な方に聞こうという企画をやってまして、はい、この夏ちょっとやっちゃったなみたいなこと、はいはい、やっちゃったというか、はいはいはい、振られました。おーら、女の子に。え、な、何が原因で振られたんすか？いや、付き合ってはないんですけど。ああ、そのまま遊びに行って、はい、告白したら、はい、まあ振られた。え、じゃあ僕理由分かるんですけどいいっすか？はい、どうぞ。いや、絶対見た目でしょこれ。いやいやいや、学習院のお嬢様好きじゃないでしょこれ。隣におったら学習院じんましで。やめろお前。手応えはあったの？あったっす。あ、じゃあちょっと思わせぶりなサインというか、ね、あら、これちょっといけるでしょみたいな感じてたんや。それちょっと B 山さんに相談しましょう。こんなことしてきたからいけると思ったんよっていうのを教えてもらいたいですか？ LINE もずっと続いてて。はいはい、LINE 続いてる。その遊びに行く時も楽しみとか、はいはい、結構来てたり。ああ、はい、それ嬉しいね。そう、なんかデートの時も向こうからなんか次何する、はい、うわ、まあ、もしで言うと B 判定ぐらいはありそうよ、はい、これ実はよくあるんですよこれ、原因は何かっていうと、はい、実はその子他にも男がいます。そういうことなんですよ。これは併願校があったわけですね。なるほど。そう、第二志望だったかもしれないですね。これは第一志望に振られた後は実はお兄さん第二志望に来るんですけど、はいはいはい、第一志望まだ振られたい可能性が高いですね。なるほど。え、結構いい感じだったりしますね。いや、そうです。あ、そしてちょっと時間空けると、あ、なんかあの人やっぱ良かったかなとか思い出すんで、人間が勝手にあの過去を美化するわけですね。こんな感じで。すごかったな、あの時の俺。いや、おかしいわ。じゃあ、渋谷で女の子2人が見つけました。はい。じゃあ、お姉さん、通ってる大学教えてもらってもいいですか？中央大学。おぉ、まあ、ギリ、ギリ、高学歴ですかね。はい、です。お姉さんは学習院。あ、学習院。OK、はい、です。OK です。じゃあ、今回なんですけども、はい、この夏やらかした話、失敗談、聞きたいんですけど。お酒飲みすぎて、え、8回ぐらい入っちゃった。いやいやいや、マーライオンもびっくりなぐらい入っちゃった。中央大学って、うん、自分の限界知らんねんな。受験で限界知ったと思ったんやけどな。当たる。学習院の方はありますか？バイト先で、はい、お客さんにお酒をぶっかけちゃった。怒って、なんでこのキモいデブみたいなおっさんとか別にもうバランスですよ。それはどうなんの？結構怒られた？いや、でもなんかすごいいい人で、全然いいですよみたいな。だからね、これね、はい、僕みたいなね、はい、ちょっと見た目良くないやつがね、はい、やるとね、はい、キレられるんですよ。いや、キレられるんですね、これ。僕もこいつにやれたらマジガチキレします。ちょっと待ってくれよ。お姉さんだったら、まあ、LINE で許しますみたいな。ちょっと、はい、男女のいざこざみたいな聞きたいですね、どっちかっていうと。ね、恋バナみたいなないですか？恋の失敗みたいなないですけども。本当にないんですよ。なんもない。全然してます。中央大が偉そうなこと言うな。お前よ、おい、まあ、2人ともね、失敗してないんだったら、じゃあ僕とこんなと一緒に失敗してませんか？おっと、おっと。じゃあ、渋谷で女の子2人見つけました。はい、じゃあ、お姉さん、今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか？どら辺だと思います、ね、いやいやいや、めんどくさいな。東京科生。女子大？女子大。違うみたい。え、どこの大学ですか？東京医科歯科大学。さっきめんどくさいなとか言ってすいません。本当だよ、お前もう。え、お姉さんは医科歯科なんだ。今回なんですけど、高学歴男女の夏の失敗談、夏のやらかした話を聞こうという企画をやってまして、はい、まあ、考えてもらって思いついたら、ね、医科歯科か、すごいね。初めに間違えない。なんてなんて、今日試験終わったんですよ。あ、今日試験夏よ。医科歯科この時期試験やんねや。ね、大変ですね。睡眠不足すぎてやばかったんで。医科歯科の人は8月にテストがあって睡眠不足。私立のお前ら寝すぎ。やめろ。お姉さんはどんな感じですか？夏の失敗談やらかした話。コロナのワクチン。
はい、あそうだ、はいはい、医学部やから早いね、2回目で、はいはいはい、その次の日に大体1日中入れちゃって、はい、あららら、2回目の後はね、はい、かなり体調悪くなると発熱するという ね人が多いですね。どうしたのそれは。もうなんとなく乗り切りました。いやいや、コロナワクチンに打ち勝つ女。やめろ、言い方悪いな。ほんまに人間か。やめろお前、イカシカに受かるのはむしろ人外。やめとけお前も。じゃあ、お兄さん見つけました。はい、通ってる大学どちらですか。慶応義塾大学。おお、慶応。まあ、小学部。小学部、小学部、はい。今回なんですけども、はい、この夏のやらかしエピソードを聞こうって企画をやってるんですけども、はい、慶応生ね、もうやらかしがちなんで、後々バレるのもあれなんで、もうこの際もう自分から暴露しちゃってください、自首しちゃってください。でもそれは何の系統でもありなんですよ、やらかし。ああいいですよ、恋愛でもいいですし、はい、バイトの仕事とかでもいいですし、はいはい、エッチ系でもいいですし、はい、下半身系でも大丈夫です。なんだよ下半身系の。お前もう確かに下半身の乱れあって、ちょっと何何どういう、男10人ぐらいで旅行にドライブで行ったんですよ。はいはいはい、男、はい、10人楽しそうよ。行きの時に、はい、ちょっと肛門から出血を渡してちょっと、こちら下半身の乱れかい。そういうのじゃないのよ、ちょっと。あ、聞け。サービスエリアで血が滲んじゃってパンツ。あ、え、やばいってことで、まあ、急遽帰宅して肛門科に行ったところ、切れ痔が。あ、そりゃそうでしょ。なんで切れ痔になっちゃったの。掘り下げるな、これ。いや、そうなの。いい、掘り下げない、これ。慶応生の切り死の話いらないもん。もういい、いらないのね。じゃあ、渋谷で賢そうなお兄さん見つけました。はい、じゃあ、お兄さん、はい、今通ってる大学学部教えてください。はい、明治大学の政治系です。あー、明治の政系、看板ね。一応、高学歴ですね。はい、今回なんですけど、はい、高学歴男女に聞く、この夏やらかした話で集めてまして、お兄さん、この夏やらかしたエピソード聞かせてもらってもいいですか。あー、いいですよ、でも。おー、ありますよ。クラスの友達に座れて、はい、花火とか行ったんですよ。お、いいねいいね、はい、で夏っぽい。そうなんですよ、僕男子校で中高、はいはいはい、女子と全然関わったことなくて、はいはいはい、ちょっと舞い上がっちゃって。あ、分かる分かる、初めての花火。そうなんですよ、女の子とね。そうなんですよ。わー、嬉しいよこれは。それで、ね、ちょっと舞い上がってて、はい、女子と一緒にツーショットとかめっちゃ撮っちゃって。あー、ほい、ツーショットね、いいよいいよ。あとで、ね、ちょっと、はい、高校の同級生あって、はい、見せてよって言って見せたら、うわお前こうなってんのかみたいな感じで、ちょっと、あ、お前そっち側あんだねみたいな感じで、ちょっとまあいいやみたいな感じで、まあちょっと男子校の同級生たちを裏切ってしまったというやらかしですね。そうなんですツーショットで やっぱやらかしに入っちゃうから、ね、そのレベルなんだね。え、でも真剣はあったの、そこで好きな子とかもできたんじゃないの、そういうの。あ、全然ないです。え、でも、男子4女子2やったんで、あ、全然、まあまあ、なるほどね。まあ 6P か。いやいやいや、動物なっちゃってる。あ、違う、 6P やと。じゃあ失礼しました。そんなみんな舞い上がってたの。いや、どんな感じ、もうちょっと教えてさ、気になるわ、その花火。ご飯行ってからの花火。バーベキューです。バーベキュー、バーベキューめちゃめちゃいいじゃん。めっちゃ楽しいよ。めっちゃ楽しかった。手つないだりとか、なんかあないの、なんかそういう、手つないしてみたとか。あら、そりゃないっすね。ない。いや、あんしたら失神してまうだよ。一番ドキッとした瞬間とかあった。あ、花火で、はいはい、ちょっとそこにある花火撮ってって言って、はいはい、はいはい、って言った、はい、パッとやった時にちょっと女子と初めて触れ合ったんじゃないかな。花火渡す瞬間ね。あとやっぱり一番はやっぱり牡蠣食べてますね。牡蠣ね、牡蠣、ね、はいはい、すっごい美味しくて、はい、めっちゃ美味しいなって、はい、女の子話してたんですよ。そしたら、あ、めっちゃ美味しいねってなって、向こうすっごい笑顔で抱かれてくれて、この時ちょっと、めっちゃ恥ずかしいっすわ、これ。ふうみさん、なんか恋愛経験とかないですか。あ、じゃあ僕のいいですか、そしたら。この夏のやらかした話いいですか。何それ。京都に僕行きました、はい、ホテル泊まってたら、はいはい、男一人でホテル泊まってるから、はい、ネットでいろいろ調べて、はいはい、ある場所に電話をして、はい、女の子が来るみたいな展開があったんですよ。めっちゃいいじゃん。あえて言わないけど、そういうことなんですよ。ゴミみたいな話で、はい、で女の子来ましたと、はい、京都の一晩終えました、はい、最後に、はい、私 YouTube がすごい好きなのって言い出したんですよ。そうなんや、うん、好きな YouTuber 誰なんて聞いたら、うんうん、ベテランチ。おいおい、俺がお金払って抱いた女を、はい、ベテランチ、お前心まで抱くな。じゃあ、渋谷で男の子見つけました、はい、大学学部教えてください。明治大学小学部。明治の小ね、はい、今回なんですけども、はい、高学歴男女に聞く夏休みやらかしたことエピソード聞こうという企画をやってまして、はい、ちょっとやらかしたなというか、やらかしたというか、はい、3週間前に彼女と別れました。それで何か自分がやらかしたみたいなことは原因やったんですか。やらかしたっていうか、恋愛の価値観が違うって言われて、はい、へー、どういうこと。僕がすごい好き好き言ってて、重いって言われちゃって、
あら、ちょっと自分の思いを言われんじゃん。まあまあ、そうですね、はい、やっぱり毎日、はい、この LINE の中身はチェックするとしい。それはやばいだろ、重すぎだわ、お前もう重いの体だけにしてよ。え、なんか重くなりすぎたい人ないの？毎回で電話して、はい、半日ぐらいずっと好きだよって感じ。いや、それは恐怖よ。いいっすか、はい、きんも。いや、お前が言うな。実演してもらおうか、そしたら。いや、実演させんの、もしもし、もしもし、ね、どうしたの、電話かけてきて。いや、こいつだなって思って。そうなんだ、なんか話とかあるの？大学って卒業したっけ？どんな電話やねん。ほら、終わり。彼女じゃなくて俺への電話なんだけど。というわけで、渋谷でこの夏高学歴男女にやらかしたエピソードを聞いてきました。はい、いろいろやらかしはありましたけども。そうですね、例年に比べておとなしめの方が多かったかなって印象ですね。あ、なるほどね。まあ、でも高学歴でもやっぱりまあミスはするんだなと、間違いを犯すんだなっていうことで、はい、はい、まあ、皆さん勉強になったかなと思って。ちょっと今日高学歴多くてびっくりしましたね。はい、そうですね、単純に、はい、組もまあ満足でしたね。はい、満足でした。はい、皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄からツイッターとインスタの方も絶対お願いします。じゃあ今日はこの辺で、バイ、はい。